あなたがしたいことをやるってことですね。他人に何かをやってあげよう、何かをやってあげようと思って探してるんですよ、この人ね。だけど、あなたがしたいことをやる。あなたがしたいことをとことんやるっていうことをやらないと、他人の気持ちってわからないんです。今日ご相談したいのは、他人に親切を施すことについてです。私は人生の中で他人にたくさん迷惑をかけてきて、今でも思い返せば人として間違えたことをたくさん、犯してきたと感じることがあります。その都度人に助けられここまで来たのですが、あまり器用な方ではなく、思わず、恩をあだで返してしまったなと、後で後悔することがたくさんありました。そんな罪悪感から、公共の場で見知らぬ人が困っていたらできるだけ助けたいと思うようになり、電車で席を譲ったり、人通りの多い場所で目の悪い方がいたら目的地まで連れて行ってあげたり、人が使えないほど汚れたトイレを掃除したり、海外ボランティアに参加したりということをやったりしました。こういった行為は私の罪悪感を和らげてくれるばかりではなく、感謝されるのでとてもとても気持ちいい気分になり、最近ではこういった出来事に遭遇するとなんてラッキーなことだと思うのですが、仕事では私なりに、考えてできる限り相手の役に立てばと行動したつもりが、相手を怒らせてしまうことが絶えません。仕事では利害関係が発生するので、あまり親切にし、良かれと思っていろいろサービスをしてしまった結果、上司に叱られてしまったり、後々そのことが原因でトラブルになったりしたことがあったので、赤の他人に施すよりは少し控えめにしてしまうところがあります。仕事だけではなく友人関係や恋愛関係でもあまりうまくいかず、どうも距離が近い相手だと的を外してしまうようで、身近な相手、赤の他人よりお世話になっている相手、長いスパンでお付き合いをする相手を満足させられない自分に苛立ちを感じてしまいます。お目に留まっていただけましたら、何かアドバイスをいただけたら幸いです。とても丁寧なお手紙をいただきました。この方の症状、お悩みは、一言で言うと、自分の良かれと思っている親切が相手にとって迷惑になっている。相手を怒らせてしまう。相手は必ずしもそれを喜んでくれない。しかもそれが関係の近い相手、人であればあるほどトラブルになってしまうということですけれども、この方の問題は、私たち自身みんな一人一人放っておくと陥ってしまう課題、問題、この方はとっても素直なので、これを自分の問題としてこうして挙げていただいたり、やっぱり器用ではないので、その私たちみんなが持ってしまいやすい問題を、すごい早いペースでこうその問題がですね、露呈してしまうっていうんですかね、すごくはっきりと露呈してしまう。けれどこれ、私も含めて人間みんなが持っている一つのジレンマなんですね。この方の抱えている問題、小さな親切、大きなお世話っていう言葉がありますよね。これは本当に的を得た言葉で、誰が言ったか知りませんけれども、問えた言葉で、およそそのボランティアとか他人に対しての親切心とかというものはとても大事なものなんですけれど、これらはみんな自分の価値観の押し付け、相手にとったらすごく迷惑なことであることが多いということを、ぜひ知っておかれた方がいいかなと思います。私たちは誰かのために親切にするとか、誰かのために思いやりを持つとか、とても大切なことなんですけれども、非常に同時にですね、非常にこの誰かに親切にするとかということは、高度な作業なんです。で、ともすると、私たちは誰かに親切にしているつもりで、相手にとってはもう迷惑でしかないとか、相手にとっては本当にそうですね、迷惑行為でしかないっていうことが結構あるんです。なぜかというと、自分が良かれと思って誰かにすることというのは、
言い方を変えると自分の価値観の押し付けでしかないんですね。自分の価値観の押し付けでしかない。自分が誰かに自分が正しいと思うことを押し付けて、相手がその通りに言うことを聞いてくれないと怒るという人いますね。で、実はそのボランティアっていうのも親切っていうのも同じようなもので、自分が良かれと思って相手に、すること、ね、でそのことによって相手が喜んでくれたらいいんですけれども、もし喜んでくれなかった時には自分が落ち込んだり怒ったりするっていう、でそれを言ってみれば相手のためにとか相手がのためにこんなに一生懸命やってるとか、これ全部なんで落ち込んだり、それがうまくいかなかった時になんでじゃあ下側が落ち込んだりとか、親切にした側が落ち込んだり親切にした側が腹が立ったりするのかって言ったら、それは自分の価値観を相手が受け入れてくれなかったからっていうことなんです。まあ、とにかく言葉尻だけ聞くとこうなんか反発を覚える方もあるかもしれませんが、自分の親切とかボランティア精神というものは、それがぴったりたまたま相手のニーズと合えばいいですけど、そうでなかった時には非常に大きな、他人にとっては余計なお世話、ね、大きなお世話でしかなくなってしまうということ、その現実といいますかね、事実ということを、まず認識された方がいいのかなと思います。この方もお手紙の中で書いてくださってますけれども、遠い関係の人、公共の場で誰かに席を譲ったりとか、まあ、そういった時はもう初めての人なので、ああありがとうって言われて、すごいとっても気持ちがいいんですよね。感謝されると気持ちがいいんです。で、誰かに何かをやったことによって、その人にああありがとうあなた優しい人ね、誰かに何かをしたこと、ああありがとうあなたは親切な人ねっていうことが自分の快感になってくるわけですね。すごく嬉しいね。で、そのことによって誰かに何かをやってあげた、その結果相手がお褒めの言葉を自分にくれた、でそんなお褒めの言葉をいただける自分っていうのはいい人間なんだっていう、でこの快感っていうものを得たいがために、実はボランティアとかそれから親切っていうことを私たちはするんです。でこれは悪いことではないんですけれども、その心はなぜ私が親切なことをしようと思うのか、それから親切なことをボランティアとしてしようと思うのかって言ったら、それは全部実は自分が、私めがこのような親切な行いをする人間だと、そしてそのことを認めてもらって自分を褒めてもらいたいっていう、自分でも気がつかないようなですね、非常にこう深い欲求というものが私たちの心の中にはあるんですね。みんなあるんです。私も含めてある。やらしいですけど。でもそういった、自分でも気がつかない親切心の裏に隠された私たちの欲っていうもの、ね、その私たちの欲っていうものが あるんだってことをまず大前提として知っていただきたいと思うんです。もうだいぶ前になりますけれども、東北で震災がありましたね。で、震災の時に私も何度も今でも時々ですね、現地に行って今の状況を見たりするんですけれども、ああいう東北の大震災の時にですね、とてもまあ大変な状況になっちゃったと。それに対して私たちは離れたところからみんなこう、何かしてあげたいっていう気持ちをね、親切心とかっていうのを起こすわけです。そして、いろいろなものをですね、自分の家のあるものっていうものをこうかき集めて送ったりとかね、いらないものを送ってる人もあれば、わざわざ買ってお送りになってる方もあると思うんですけれども、実際現地に行ってみるとですね、向こうの人たちや党の当事者たちがですね、感じている必要なこととか助けてほしいことっていうのはどん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 変化していくんです、時間とともに。ところがそれを離れたところから見ていて、現地に行って現地の人たちの様子っていうのを聞かない人たちっていうのがですね、聞いてない人たちっていうのが自分の思い込みでどんどんいろんなものを送ったりする。で最終的に例えばね、もう高齢者しかいないような地域に赤ちゃん用のおむつがいっぱい届いたりとか、で結果的に現地ではですね、非常にそれがありがたい時期もタイミングもあるんですけれども、もう全国から世界からいろんな物資が届いてくるので、その物資というものはですね、時期に余り始めるんです。そして、その余った
上にですね、例えば津波がかぶったといっても、かぶってない商品もあったりするんですね。そうすると、でもやっぱり送られてきた新しいものの方が、波はかぶってないけれども、震災のごたごたの中で多少こう、ほこりがかぶってしまったりとか、汚れてしまったりとかっていう、現地に使えるのにあるという商品が流通しなかったりするんです。現地の中で回っていかない。そして、どんどん送られてくるっていう、ただのものにみんなが飛びついてしまって、現地の中で、なんとか生き残って、それによってこう商売というか自分の持っているものを売ったり交換したりして商品としてねお金が流通したりとか物が流通したりと現地の流れというものを外からどんどん私たちが親切心でお送りするものによってですね、その営みというものが崩れてしまったりということが実際にあったんです。でさらにそうやっていただいたものをですね、いらないよとか、もう迷惑だよとか、邪魔だよ、もう送ってこないでくれなんてことは言えませんから、大量のいらないものが余ってしまったんです、結果として。で、そういったものは、実は外国の方へ、もうね、送られたり、外国にあげられたりして、震災の後ですね、例えば今一つの例ですけれど、私たちが離れたところから親切と思ってやったことが、実は現地の人たちにとったら非常に迷惑だったりっていうことが、タイミングによってはあったりしたんですね。で、まさに、そのように、私たちは、こう誰かに対して親切心を起こす、ね、思いやりを持つということはとっても大事なことなんですけれども、この思いやりを持つというこの思いやりの裏にね、自分が褒められたい、自分が認められたい、自分が感謝をされたいっていう欲がやっぱりあって、でその欲っていうものを満たさんがために、誰かに、ね何か親切なことをやる、そしてそれがたまたま当たると褒められて快楽になるもんですから、ああよかったって言って嬉しいわって言って、でどんどんまた親切なことをするようになる。で、そういう習性があるということを思ってください。いいとか悪いではなくて、そういう習性がある、ね、で、まあ処方箋なんですけれど、この方誰かに親切をする、それが関係の遠い人だったら感謝をされるのに、関係が近い人に対してはことごとく失敗していくっていうことは、本当に相手のニーズ、本当に相手がしてほしいことが見えてないっていうことなんですね。本当に相手が欲しいことが見えてない、してほしいことが。だからたまたま関係が遠い人は、それそうですよね、見ず知らずの人に何か向こうが親切な気持ちを持ってやってもらって、ぴったりそこが自分のニーズと合った時は、自分がしてほしいことと合った時にはありがとうございますって言うかもしれませんけど、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたら自分のニーズと合わないことがあったとして、関係が遠い人ってね、別になんでこんな親切なのかしてもらわなくていいよって言わないですよね。とりあえず別にそれ自分が望んでなかったとしても、見ず知らずの人が何か親切な気持ちでやってくださったんだ、ありがとうございますって言いますよね。だけれども関係が近い人はそうはいかない、鬱陶しいわけですよ、そんなことやってほしくないっていう。だけども、いやいやこれ親切ですってね、私も、嫌だと思うというか、気を使ってもらったのにかえって気を使うっていうことが結構あったりして、というのは、例えば、どこかへお邪魔して、そしていろんな話をしたり、逆にこう私のところに誰か訪問に来られて大事な話をするってことがあったりしますね。そうすると、例えばそこのどっかのお家に訪問してお茶を出していただくと、そうすると例えばスタッフの方がお茶をこう出してくださったりするんですけども、本当にこう何度もお茶が冷めてしまったんではないかとかね、お菓子これを出したら次にはこのお菓子を出して、すごい気を使ってくださる方があったりするんです。でもこうありがたいんですけど、大事な話をしようとするとお茶を出してくださるんです。そうするとやっぱり出していただいてのお茶飲まなきゃいけないですね。でお茶飲んで、ありがとうございますって言いながら飲んで、先ほどまた中断してしまった話はって言って、またその話始めて、でこうこうこうでって言って、また一段落して、またこういいところが来るとまたそこでまたお茶が出てくるっていうことで、もうありがとうございます、でも今ちょっとこれすごく大事な話をしているので、お茶をもう出していただいて結構ですから、でもコーヒー飲んでお茶飲んで紅茶飲んで、こうやってお腹ポンポンなってトイレに行きたくなるので、だけどそれは言えないね、
やっぱりせっかく出してくださったので ありがとうございますって、ね、言っていただく。だからこうそれが私自身が喉が渇いてないのにそれ出してくる、それでも断るって言ったら相手に悪いから断れない。だけど実は結構もうトイレ行きたいの我慢してるのにここでお茶が出てきたからまた飲まなきゃいけないなってことが実際あったりします。でさてこれは、お茶を出してくれる側が悪いのかって言ったら悪いとは言えない。だけれども実際は出してもらう側からしてみたら迷惑とは言わないけれどもちょっと鬱陶しいってことがあったりします。でこの辺をね、その空気を読んだりとか、その状況を判断するっていうのは結構高度なんですよ、ね、高度なんです。簡単にはいかないで、だけれども赤の他人だとありがとうって言うしかないのでありがとうって言ってもこれを勘違いしちゃうんです。自分がいいことしたなって、もっとやろうって、その人にとってはモチベーションになるものですからどんどんお茶が出てくるって感じですね。もうそんなに飲めませんっていう感じになります。でこれと同じようなことをおそらくはやってしまわれてるんじゃないかなと。だから身近な人とうまくいかないんです。身近な人はもういいよって言いますから、そんなの俺はいいんだよ、余計なお世話だって言われるわけですね。ですからうまくいかないっていうことです。さて、処方箋になりますけれど、他人に気を使う、親切にする、それはとてもいいことです。でもどうせ誰かにいいことをしてあげたいって思う、その気持ちは素晴らしいので、それをやっていただいたらいいと思うんですけれども、そのね、精度を高めていく、要するに自分がこういうことをしたらおそらくこの人喜んでくれるだろうなと思ってたことが 100% とは言いませんけれども、かなりの精度でぴったり合う。でそうしたら嬉しいじゃないですか。こっちがやってあげたいという欲と向こうがやってほしいという気持ちが一致したらこれは何の問題ない。だけれどもそれを外してしまう、ね、外してしまう。で、身近な人ほどそれがうまくいかなくなってしまうっていうことだというんであれば、それね、処方箋はもう一個しかないんです。何か言うと、あなたがしたいことをやるってことですね。あなたがしたいことをやるってこと、要するに他人にしてあげたいことを、自分は親切な人だ、ね、いい人だって思いたいもんだから、他人に何かをやってあげよう、何かをやってあげようと思って探してるんですよ、この人ね。だけどあなたがしたいことをやる、あなたがしたいことをとことんやるっていうことをやらないと他人の気持ちってわからないんです。例えばあなたが何かをやってみる、こういうことをやってみたいと思ってやってみる、でそれをやってみる間にこういうことに困るんだと、ああこれちょっとこれしんどいなって思ったり、ここでこう本当にこれ助けてほしいなって思ったりっていうことに突き当たっていくわけですね。自分が自分のやってみたいことを、自分が自分のやりたいことにもっともっと貪欲になることによって、それをやろうと思った時に必ずすんなりと何かができるわけじゃなくて、どこかでね、こうちょっとこう詰まってしまったり、どこかでこう思うようにいかなかったりというジレンマを感じることができるわけです。まあ、私自身は今お坊さんをやってますけれども、実は全国にですね、整体院を経営する、展開しているという会社を運営してたりもしてるんですけれど、私自身も、20年近くですね、15年16、17年かな、セラピストとしてずっと現場で患者さん の施術をしてたっていう経験があります。でその中で自慢するわけではないんですけれども、患者さんが口コミで本当にたくさん来てくれたんです。で、なんでその繁盛する治療科、繁盛するセラピストとして、多くの人が来てくれたかってことを考えたときに、これ私の才能ではないんですよ。それ何かって言ったらですね、私がいっぱい怪我をしたっていうことですね。昔空手をやってたので、ね、あばら骨が折れたりとか、それから顎の骨がちょっとひびが入ったりとか、ね、鎖骨にひびが入ってたりとか、すごくね、自分の体が痛いとか持病で腰痛を昔持ってたので、腰が痛いとかあっちが痛いとか競技をやっていたもんですから、自分が怪我してここを怪我した時にはその時にどんな不自由があるかとか、どんな痛みがあるかとかいうことが自分の体を通して分かってたので、患者さんに対して痛いって言われた時にぴ
ったりとその人の痛みと一緒ではないかもしれませんが、想像ができるんです。自分が苦しんだので。おそらくそこが患者さんが先生が気持ちを分かってくださるって言って、まあ多く来てくださったっていうことの大きな要素なのかなっていうことを今振り返って思います。で、やっぱり当然人間って自分が実際にやってみて同じような体験をしてる。だからこのような苦しみっていうものに対して、なんかこう他の人が苦しんでる時に、他の人が困ってる時に助けてあげたいって思うわけですよね。そしてそれが非常にぴったりと自分の相手に対して、こう時に困ってらっしゃるだろうな、助けてあげたいっていう自分のその親切心と、向こうが実際に、ああどうしよう、これ苦しい、誰か本当に助けてほしいと思うことがぴったりと一致したりするんですね。ですから誰かに親切にしようと思ったら、自分がさまざまな体験をやってみるっていうことが必要なんです。で、こういった経験がなく、なんとなく自分が席を譲るとか、こういうことをするとか、どっかで聞いたりとか見たりとか、感動した話みたいのから、ああいい話だなと、私もこれやろうと思って、自分がやりたい親切を押し付ける場所を探してるっていうのと、ね、相手が何か本当に辛いことがあったり苦しいことがあったり助けてほしいという、そのタイミングに自分がぴったりと手を差し伸べるというのと大きな差があるんです。ですからこの方が誰かに対して親切なことを本当にして、その方のお役に立ちたいと、自分は人に迷惑をたくさんかけてきたので、せめてね、誰かには親切なことをしたいと本当に思われるんだったら、ぜひですね、その親切心の精度っていうものを高めるために、あなたがやりたいと思うことをもっとやったり、もう人のことを考える前にですね、親切レベルが低いっていうことですよね。親切のテクニックレベルが低いっていうことですね。で、このテクニック、誰かに対してドンピシャのタイミングで手を差し伸べられるっていうことができるっていう高度なことを本当にやってみたいと思われるのであれば、もっともっとね、自分がやりたいこと、自分がやらなければいけないこと、人に気を使う前にですね、海外ボランティア行く前に自分で何かやってみるっていうことをなさった方がいいのかなと思う。そこでやっていくうちにですね、どんなことでも初めてやっていったら、思うようにいかないことに突き当たるんですよ。で、思うようにいかないことに突き当たった時に苦しむわけですよ。で、これ苦しんだ時に、ああここでって、ああこの時にっていうことが自分の経験の中に蓄積されていく。そのことによって、他人が苦しんでいるタイミング、他人が助けを求めているというタイミング、そのタイミングにですね、ぴったりと自分の心っていうものを合わせることができるんですね。で、まあ結論ですけれども、今の処方箋で言いました、すごくね、この方優しいというか、素直な方だなと思うんですけれども、誰かに親切をするっていうほどレベルの高い行いはないんですよ、ね、ですから自分がいろいろそれができるようになりたいのであれば、大勢の人たちのお役に立てる人になりたいんであれば、人の役に立つということを考えると、同時に、自分がやってみたいこととか、自分がやらなければいけないことをもっと一生懸命やってみるということですね。まあ、その上で、もしですよ、自分が親切にしたんだけれども相手が怒ってしまった場合ね、もし怒ってしまった場合、その時は問いを立てるんです。相手にどのようにすればよろしかったでしょうか、どのようにすればお客様満足なさったんでしょうか、上司であったりとか、身近な人であればそれ聞けますよね。もうお客さんであってもいいですよ、遠い人でもいいです。もし相手がカーンと怒ってくれたら、それはあんたお前自分の価値観の押し付けで俺にとったら迷惑だって言われたら、そうでしたか、それは申し訳ございませんでした、じゃあどのようにすればあなたは喜んでくださったんですかっていうことを思い切って問うてみるっていうことです。そうすると相手が本音をバンと言ってくださったら、自分が親切と思ってやってたことと相手が実際に感じてたこととはどういうギャップがあるのかってことが分かるわけです。で、ここが分からない限り延々と埋まらなくなってしまうんですね。ですからぜひ、自分がまずいろんな体験を、他人のことを助けようと思う前に、自分の生活をちゃんと成り立たせたり、自分のことをちゃんとやってみる。で、その上で、誰かに親切にするのも悪いことじゃないので、やってみて
もしうまくいかなかったら問いを立てる、ね、どのようにしたらあなたは喜んでくださったんだろうということを直接相手に聞いてみたらいいんですね。ぜひそんなことで、もっとご自分のやりたいことをやらなければいけないことにね、貪欲になってみてください。そこで突き当たる痛みとかジレンマとかっていうものが全部今度他人の気持ちが分かるというところにつながってきます。自分は自分の感覚を通してしかやっぱり他人を見ることができないんですね。ですからこの自分の他人を通してしか人を見ることができないという色眼鏡、これはまあね、なかなか修行しても取れないんですよ。だったらこの色眼鏡をですね、できるだけ、いろんな苦しみっていうものを自分自身が味わってみることによって、かなりこう自分の色眼鏡では、勝手な色眼鏡ではあるんですけれども、十中七割ぐらいは他人の気持ちも自分の色眼鏡を通してお察しできるというような状況におそらくなっていくと思います。親切にするということは非常に高度な行為です。相手の本当に求めていることということがわからないと、ぴったりと親切心というものが相手に届くということはないっていうね、そういったジレンマがありますけれども、ぜひそういった親切心とか思いやりというものをいい形で育てていただければなと思います。